加藤です。ゆうです。はい。はい、ということでですね、今回はですね、まあ見ていただければ分かりますかね。分かっちゃうんだな、会員方は。久しぶりに、はい、カバンの中身を紹介していきたいかなと思います。まあ今まで紹介してたのは大学生の時のカバンの中身だったんで、まあ割と今僕たち社会人になって、はいはいはい、ガラッと中身も変わったのかもしれないですし、変わってないのかもしれないですし、面白いのかもしれないですし、面白くないのかもしれないですし、いろいろあるかもしれないですね。まだモレリア入ってる可能性ありますからね。入ってねえだろもう。この中に。なんでだよ。ありますよ。スパイクっぽいのあるな。ないだろ。って感じなんで、今回は またカバンをね、ちょっと紹介していけたらなと。カバンとともに、はいはい、カバンの中身も紹介できたらなと思います。はいはい。ので、じゃあお願いします。はい、じゃあ僕からいきますか。はい。はい。僕からいきたいと思います。はい。まずね、物入ってる少ないちっちゃい方からいきたいと思います、うん、まず一つ目ででん使用済みですね。使用済みマスク。本当かよ、本当に使用済みだ。はい、使用済みです。だってこれは、多分ポップアップの時につけたやつがそのまま入ってます。汚ねえじゃねえかよそれ普通に。はい、多分普通に汚ねえやん。なんか捨てれなかったんでしょうね、多分あの新幹線の帰りとかで。で、最寄りの駅ついて外したんじゃないですかね。それが入ってると思います。はい、1つ目がこちらです。何それじゃ、融合させるやつ。融合させるやつの1個です。めっちゃ減ってんのよ。使いすぎだよ。ジョー・マローンのブラックベリーベーコロン。ベーコン、ベーコン、ブラックベリーベーコン。それはまずいでしょ、はい、ブラックベリーベーコロンですね。これ多分このサイズ感めっちゃ使いやすい。なんかこれ多分半年ぐらい持つって言われたんですけど、僕半年使わずに多分使い切ってますね。2ヶ月ぐらい使い切ってるから。 30ml です。はい。1回使うときだって70プッシュぐらいしてるからね。バカじゃん、その70プッシュで終わんじゃないもん。一発で。確かに。はいですね。じゃあね、早速ね、大きい方からね、見ていこうかなと思います。そんなに大しておもろいものは入ってないんですよ。おお、いや、ハードル上げましたね。下げてんの。ああ、保険かけてるんだよ。まあね、ちょっと、まあ、ざっくりしたやつからいこうかな。はい、これですね。ナイキの、ソーワットヴィンテージ。これはこの間のスリースタイルで、もうかぶってたナイキのソーワットヴィンテージで買った、ビーニーですね、はい、赤のビーニー。これはなんか、普通に今日この学校で来たんですけど寒いかなとか思ってよく入れてる時もあります。ビーニー結構浅くなりますね、今日それかぶったら。うん、だいぶ赤、だいぶ靴が見えます。2つ目、こちら充電器。モバ充ですね。モバ充。モバ充。そう、モバ充。これでも持ってるし、どっちも使えるな。コンセントにもさせるモバ充的なね。そう、僕がね、このタイプが、あの新幹線とかポップアップで新幹線乗るとことが多いんで、これをね、そのままさせるように使ってます。どこのかな。どこ。タマズって書いてる。タマホーム。絶対違う。タマホームですね。これの充電器が入ってます。タマホームです。はい、で3つ目が、これね、スチューシーのね、箱に入ってるんですけど。おい、待て待て、一回落ち着け、一回触れんな。俺はもう分かるぞ、言いたいことも。一回触れんな、やめろ。これ、これは iPhone の充電器、普通にオフィスで使うやつ。そして、で、これがタイプ、なんだっけ、これ B、 それタイプ B かタイプ C の Android とかね。そう、Android の充電器に使うやつ。これはなんで入ってるか分かんない。でもたまになんか使えるときがある。モバ充の充電器とかってそれだよね。そうそうそう、逆に。で、こちですね。はい、問題児です。はい、これもうあれです。こうやって買い取る人がいるから、街中のチャージスポットのチャージスポットがなくなるので、僕はこれチャージスポット買い取るのを4代目ですね、これで。でもこれ結構充電、これこそあのさっきのタイプ B かタイプ C のやつにさせるんですよ。で、充電するとまた使えるの。なんかそれの話をされました。そうそう、だからもうこれ買い取り、普通に3000円で買い取りました。3000円のモバ充とか。はい、で、これは本当にマジで便利で、
タイプ C にタイプ、あ、iPhone のやつにタイプなんとかみたいなのが、そう3つあるからすげえ便利で、でも僕って本当にあの忘れっぽいんで、こういうのを借りても返すの忘れちゃうんですよ。だからちょっと借りパクってことだよ。そう、借りパク、借りパク常習犯です。これなんとディズニーで借りたんですよ。でディズニーの限定なんて多分わかんないけど、これね、あるよ普通にこの色。え、それ出てない街に出ちゃってるだけじゃない。違う違う、普通にこれある。でもこれディズニーの匂いがついてます。ついてねえよ。ディズニーで借りたやつをそのまま返すの忘れたやつなんで、ディズニーのチャージスポット。誰かが持ってきたっけ、ディズニーズ。え、全部青だ、ディズニー。そうなの、渋谷でそれだったけど、まあ、俺借りたのに。ディズニーのチャージスポットですよ。これはレア、貴重品ですね。そんなレアなもんじゃねえ。はい、そしてね、4つ目が、このポーチに入ってるね、中身結構入ってるんですけど、これはね、いろいろ入ってますね。紹介してください、ね、何かな。紹介した方がいい。はい、コンビニで買えるね、ポップアップのセットみたいな感じになってる。まあそうね、モニオの歯ブラシ。モニホ、モニホじゃない、スズメじゃないです。はい、それなんだしか。東京キッズ、東京キッズだ、相場東京キッズで、他に入ってるのが、はい、見えるかな、ボタニストのヘアバン。これはまあ一軍ではないんだけど、まあヘアバームとしてもっと入れてるみたいな、まあ、大体今いつもプロダクトとかが多い。でこれがパルテ HD っていう、これはなんかもう普通に皮膚につけてます。そりゃそうだろ、どこにつけんねえ、髪につけねえだろ。寒いからさ、最近乾燥しちゃってさ。でこれがニベアのリップ、赤いやつだっけ。そう、これはね、口紅、あの色つけて、僕はあの血色悪いんで。本当の話？え、そうだよ、本当に色ついてるやつ。え、そう、ピンクの。本当だ、自粛だよ、この音。はい、で、他に入ってんのがこれね、イニスフリー。そういうの、これ顔につけるやつ。あの皮脂が出てこないらしい。パウダーみたいなやつか。天聖くんから教えてもらったやつ。あまたま使ってるやつだわ。あのね、油で、ね、おでこにこうやっていつもみんなやってる。使ってますね。はい、で、これはいいですね。いるよな、ミンティア、ミンティア職人みたいなインサイクとか。はい、他がこれも本当ポップアップでしか使わない蒸気でホットアイマスク、はいはい、これはあの新幹線とかで飛行機とかで寝るときにたまに使う。カラマ入れてる。で、これがあ、でもね、これね、ポップアップセットだね、ほぼこれ、鹿のパック。鹿ね、はい、あっラスト。はい、これはあ、はい、これはディプティックってところのヘアフレグランス、オーキャピタル、ヘアフレグランスですね。これ頭につける香水。これはあのクリスマスに彼女からもらいました。はい。で、あの帽子とかにつけてます。帽子。髪の毛につけないよ。まあそういう時もある。はい。次がもう少ないよ。はい。僕がね今使っている MacBook Air。シュッとね。お尻のステッカーが。シュッと強めですね。かわいい。これもオフィスにあっても一発で僕のってわかります。わかるだろそれは。はい、次本。 Be Yourself。 あのね、近藤真理子っていうあの片付けの名人の人がいるんだけど、その人とその旦那さんが書いた、その旦那さんが書いた本、これはあの、いや片付けができるんだよ。片付けをすることによってこの人の人生が変わってみたいな、その夫婦関係とかもあの改善の方法とかそういうのが書いてます。で僕はあのね、あのしおりとか挟まずにこうやってあの帯、大事にしないタイプだ。あのしおりとか入れないで、大事にしないタイプだ。このね、帯でね、帯入りで、それじゃブックオフで買い取り高くなんねえよ。いや、これうめえよ。わざわざ。はい、で、最後になりますね、これが。最後。はい、ジョジョですね。ジョジョ、ジョジョにこれ入ってるのは何かと言いますと、はい、たくさんの領収書。そんな本当に無理だよ。
この、ね、領収書がね、僕にとって、ね、すごいね、もう命と同等ぐらい大切なものになります。これによってやっぱ税金取られる取られない変わってきますから、これ言っていいのかどうかわかんないですけど、わかんないですけど、まあこれ撤去兼ねてこれはユートのね、下北の、一番くじで、当てました。それは意外とね、サイズ感いいんですよ。これ実は俺も愛用してます。まあまあ、この後あー、ローズベーグルかわかんないですけど、まあ、はい、持ってます。あれね、俺ウェザーも持ってるんですけどね。ウェザーじゃん。あ、これあれか、プッチ神父か。そうなんですよ、僕の一番嫌いなプッチ神父。なんでウェザーに知らなかったんじゃん。いや、ウェザー使ってるんですよ。違うの、はい、っていうような感じです。あ、でね、リュック最後紹介しようかな。リュックはトランスフォーマーですね。じゃあ、じゃあます。はい、トランスポートです。これよく聞かれるんですけど、どこで買ったかっていうと、あの原宿のね、バニーというね、古着屋さんで買いました。多分今売ってないと思います。ジャンスポっぽいよね。はい、ジャンスポ、かなりジャンスポっぽいです。トランスポートオリジナル。これ僕も買ってからトランスポート調べたんですけど、ほぼ出てこないです。あ、そうなの、はい、逆にね。はい、ほぼネットで検索しても出てこないです、はい、だから偽物八文です。いや、でも多分あると思います、トランスポート。はい、僕のカバンの中身は以上です。はい、はい、ということで僕のカバンですね、こちらになります。これですね。はい、いつも同じやんってなわけですよ。これ結構リアルな方で、大学2年かな、3年中学2年生、やばいね。違えよ、中2でそのそれか持ってる女子おしゃれだったもんな。だいたい中学校はアウトドアじゃなかったみたいな。あー、そっか、高校ぐらい下がさ、なんかスウェードみたいになってる。そうだね、そうだね。で、なんかあの使い込んでるやつとスウェードが汚いみたいな。そうって感じですね、うん、はい、で、まあ、じゃあちっちゃいところからいきますね。はい、これです。一番くじハマってて、まあ、僕アベンジャーズ、割とキャプテンアメリカが一番好きなんですけど、まあ、ちょっとキャプテンアメリカの方が欲しいかなと思ったら、なんかメモリアルカードハードかよってのが当たって、ステッカーって嬉しいな。これは D 賞でしたね。あ、じゃあ結構いい賞だ、割と。 D って外れだっけ。外れじゃダメ。はい、なんで、まああんまり嬉しくなかったです。でももう一個ポスター当たって、それがキャプテンアメリカあったんですよ。それがめちゃくちゃ嬉しかったです。なんであんま嬉しくないって入れてる。いや、違う違う、買ってポスターは入んないじゃん、うん、で、あの車から持ってくときにここに一回入れた。あ、で、そうそう、あの出すしないんだね。そう、出さないぐらいいらなかった。あ、じゃあ捨てようか。はい、って感じですね。はい、次、こうシャーペンですね。ゼルビア。おお、ゼルビアなんだ。出身地のですね。まあ、ここはそんな感じですね。ちっちゃいのそんなにちっちゃいポケットあんま使わないんで、マジで。まあ、それはそれこそ今のガラクタみたいなところですね。はい、そうですね。いや、絶対3日前とかのやつやん。これ先週の。え、マジ汚いやつ。そうさっき買ったやつ。リアルさっき買ったやつですね。これクラフトボス。リアルさっき買ったやつって言ったことによって結構焦ってる感じが出てる。いや、違えよ、マジ1週間前の。ちげえ。はい、次これ、エアポッツマックスですね。これはもう、まあ、前この間のブラックオーデンの時にも紹介したんですけど、これは外せないアイテムですね。それ色何色なの。これは、マットブラックですね。ああ、多分もっと黒いのもあるよ。ないえ、それこれが黒、これが一番黒。そうですね、これはもう必需品だよね。で、帽子、まあね、入れるよね、やっぱ僕帽子2個絶対持ってるんで、ね、基本。まあ、そうですね。はい、で、次、これは充電器ですね。パソコンの充電器。はいはいはい。はいはい、はい。これです。あ、ちょっと待って。パソコンの充電器です。はいはい。で、次、これですね。iPhone の充電器なんですけど、これは。これ乾電池用のやつ。あー、はいはいはい。電池用のやつ。あれ、これ外せるやつだよね。あ、そうそうそう。あ、そうだよ。めっちゃ便利よ。これは、パソコン用に。パソコンで繋ぐとき用に使ってます。どこで買ったの。シュプに何コンビニ行ったの。コンビニか。はい、これはもう一応パソコンの充電器ですね。で、次がこう手袋ですね。片方しかないんだ。いや、あるはず。僕、末端冷え性なんですよ。このその感じで。そう、だからこれは、セブンで買ったスマホ対応手袋ですね。うお、いいね。はい、なんでこう指だけじゃあ、ビハイになってるわ。
汚くなってるんですよ。違うよ、それつけたから。そうね。はい、で次がですね、僕もこちらですね。ちょっと中身飛び出ちゃってるんですけど、はい、ジョー太郎です。声でかい。お前ボリューム下げるぞ編集で。スタープラチナムですね。何？スタープラチナムですね。でこれに入ってるのがハードディスクですね。基本的に2個持ってて、はい、こっちが W2 の動画の編集用の、ハードディスクで、こっちがあれです、会社仕事用のロゴのデータとか、はいはいはい、秘密情報が入ってるものですね。秘密情報あるんだ。だってこのロゴのデータがさ、他の会社にバレたらさ、ああまあ確かに取られちゃう。危ない。だから俺が勝手に機密情報やってる。じゃあその機密情報これ落としたらヤバいってことね、この袋。これヤバい。じゃあマジ大切にしてんだし、W2 の動画もなくなる。ああ、そっか。俺らの動画もなくなるんで、これは割とジョータロに結構だから、そのスタンドで守ってるみたいな感じですね。なるほど。じゃあもしね、これが街中で落ちてたらね、ぜひ交番にね届けてください。はい、お願いします。で、はい、MacBook ですね。いっぱいステッカー貼ってあるね。でも一応なんか自分の勝手なプライドとして半分しか貼らないって決めてるんですよ。何のプライドですか。こんな感じですね。結構僕が愛用してるブランド紙のステッカーしか貼ってないですね。とミラノ。どこが貼ったの？パレス、ブレインデッド、エスアパー、ネバーザー、静岡のセレショ。ディアスポラのとアンブロのユニフォーム買ったところ、はいはいはい、ストーリーかな、はい、でこれですね、これですね、ミランになります。ありがとうございました。以上です。以上です。こんな感じですかね。マジでそんなに面白いの？いや正直さっきオフィスいて、なんか卓球のラケットとか言えようかなと思ったんですけど、ポケとして弱いな。やめました。危なかったな、多分それは。まあでも、みんなが求めたらリアルなものだから。そうだな。いや、これ結構ガチなリアルだから。超リアル。だって、いやまあぶっちゃけ面白くない。うん。でまあでも、リアルですよね。ない。ない。まあでも、お互いやっぱ共通しているのは、やっぱ YouTube があって、Mac 入ってたり、充電器が入ってたり、っていうか珍しくね、ミンティ入ってるの珍しくない？いや、ガムは全部ポッケに入ってる。ああ。ガムと、ガム、エアポッツ、タバコ、ジッポ、リップ、メントスは。リップも入ってるの？ポッケに。すげえポッケパンパンやん。6個で左のポッケ、うん、右のポッケに携帯2台、はい、後ろのポッケに財布。すごいね。ポッケもいいんじゃない？リュックじゃないの？結構ポッケって言われてるから。ポッケって言われてんの？そういう選手いそうだな。ポッケって言われてるから俺。じゃあもうポッケでさ、いいじゃん、マックとか入れるの。ポッケは入らない。入んないんだ。だからヨセとかのボルジーのベスト、あめっちゃいい、ね、後ろ背中あるから背中にマック入れて、ポッケに全部入れて全部ら。もうポッケやな。嘘ですけど、はい、でもポッケはマジで入ってます。はい、ポッケです。ポッケめっちゃ入ってる。ポケも入ってます、はい、はそうなんですよ。始めたんですよね、編集を。そう、僕が初めてね、この間の動画で編集させてもらったんですけど、自分で動画撮って自分で編集っていうのね。あーね、すげー大変。マジで。リアル多分動画自体は9分ぐらいの動画なんだけど、編集かかったのはマジ3日ぐらいかかってる。本当にカットすするカット、カット多めだったんだっけこれ、カット多めにしてたんだけど、途中から自分の声を何回も聞くじゃん、うん、もう気持ち悪くなってきて、もうそれが大変だったね。あとうっみたいな、もうまあ本当にこれもカットできるから全然いいんだけど、やっぱあれだよね、動画撮ってそれこそ編集自分でしようってなると、なんか余計な相槌みたいなの多いよね。あ、そう。だから自分の喋り方がすごい気になるから。それは自分で分かる。でもそれは、とか、なんかその迷ってる時間もカットするじゃん、でも。けど、なんかそのカットも面倒くさいなとか思い始めたら、なるべくこう動画撮ってる時にナチュラルにすごいね、流暢に喋りたくなるよね。けど多分これもほぼカットだ。確かに。
ていうところもカットで、そうだね、今のはもう全カットだこのやり取りもなしだね、はい、って感じで、まあそうですね、今年からはダブル編集っていう形になってるんで、はい、で多分今週3本と5ぐらいになってると思うんですけど、まあこのペースは維持しつつ、これからもねちょっと頑張っていきたいなと思います。そうですね、週3は載せたいですね。なんで僕たちも結構あの自分たちで企画ね、企画というかあの動画の企画をね、出すんですけど、もしねなんかこういうの撮ってほしいとかこういうのやってほしいっていうのがあればね、ぜひインスタの DM とか YouTube のコメント欄で、書いてもらえると嬉しいです。そうですね、なんか動画の感想とかもうちょいコメントしていただけたら嬉しいかなと思います。はい、お願いします。あの僕たちあの YouTube のアカウント共有してるんですけど、2人とも見てて、あの時間がある時に2人見て編集してるんで、ぜひねあのたくさん反響あると僕たちも頑張ろうっていうね気になるんで、ぜひぜひあのお手数だと思いますけど、高評価とねコメントと、はい、たくさんして、あ、チャンネル登録マジで大事です。はい、僕のインスタフォローしなくていいです、チャンネル登録してください。いいですね。はい。感じです。いや、僕のインスタフォローしてください。ダメです。はい。てな感じで、まあ今日はこんな感じで、はい、終了したいかなと思います。はい、みたいな感じでね、今日は、カバンの中身紹介だったんですけど、まあそんなに特に別に面白いものは入ってなかったんですけど、これがね、僕たちの社会人になった僕たちのリアルなカバンの中身事情ということで、ぜひぜひね、参考になるか分かりませんけど、参考に社会人ってこんなもんだよと、はい、いうふうにね思ってもらえればいいかなと思います、はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。